僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。おはようございます。2017年11月27日月曜日、時計の針は9時2分を回りました。本日もここ沖縄県西海岸にあります。なんだったぼーっとしましたね一瞬。本日もここ沖縄県西海岸にあります日本一人口の多い村読谷村、そうです読谷村ですよここ32の工房、そして101の感動体験ができる場所、はい、体験王国紫村サテライトスタジオから10時までの1時間生放送でお届けしてまいります。本日のナビゲーターは、ね、ちょっと声変わりをした達也でお届けいたします。はい、よろしくお願いします。さて体験王国紫村9時から営業もスタートしましたけども、それと同時に、修学旅行生の皆さんですかね、続々入ってきましたね。中学生かな高校生かな、女性と JK ですかね。おはようございます。あ、はい、ありがとうございます。今生放送中でございますけども、皆さんどこから来たんでしょうか。はい、ぜひ沖縄県そしてここ読谷村のね観光を楽しんでいただきたいなと思いますけども、さて皆さん1週間始まりましたね。はい、週末はどう過ごされたんでしょうかね。天気も昨日はちょっと悪かったですね。雨も降ったり降らなかったりね、だいぶちょっと気温もね下がってきて体調を崩してませんか。そう、僕崩してます。はい今日やばいですね。ね、なんか頭が回ってないですけどということでね、やっぱ季節の変わり目、はい、ね、体調崩しやすい方がね多いと思いますので、ぜひ、ね、体調管理に努めていただいて、一日一日、今年もね残り少ないですからね、はい、ぜひ楽しい一日をお過ごしになられてみてください。さて今日も、はい、元気いっぱい読谷村情報をお届けしてまいりますよ。はい、ガイドブックには載っていない、ね、ラジオでしか、ね、情報をゲットできない、またさまざまな読谷村のコアな情報
はい、1時間たっぷりお届けしてまいりますので、ぜひ、ね、観光でいらしている方、耳を傾けてみてください。はい、ラジオからしかね、はい、ゲットできない情報盛りだくさんですよ。ということで、今日の1時間生放送でたっちゃんでお届けいたします。さて、ここで本日のドライビングナンバーをお届けいたしましょう、ね。1週間の始まり、ね、疲れている方もいらっしゃると思いますので、ぜひこの曲を聴いて元気を出していただきたいと思いますよ。県出身アーティスト、かりゆし58で宇治の歌。夏の午後、風
さて、改めまして本日のお届けしましたドライビングナンバー、県出身アーティストかりゆし58で宇治の歌をお届けさせていただきました。さて時計の針は9時10分を回っております。お届けします観光情報番組読谷ラジオ。はい、ここから皆さんの気になるお天気をお伝えしていきましょう。11月27日27日、はい、沖縄気象台発表天気概況からですね、沖縄本島地方では波が高いですので、海上や海岸付近では、明日28日にかけて高波に注意してください。そして、沖縄地方は気圧の谷や高気圧のへりにあたり、曇っており、ところどころ弱い雨が降っています。続いて中南部のお天気ですね、本日は曇りのうち晴れとなっておりますね。波が 2.5 メートル、降水確率午前中 30%、 夕方にかけて 20%、 日中の最高気温が25度となっております。ね、ただいま読谷村上空、ね、ちょっと曇り空、ね、この後晴れという、ね、予報出てますけども、晴れてほしいですね。はい、でも、日中の最高気温も25度ということで、ね、徐々に本当にね、この気温の方も下回ってきてますからね。はい、ぜひ体調管理しっかりしてください。私もね、ちょっと先週金曜日ぐらいですかね、ね、ちょっと喉の調子おかしいなと思ってね、まあ、土日2日間、ね、仕事休みだったんですけども、土曜日ですよ、熱発しまして、ね、でも日曜日ね、はい、治ったんで、平熱すぐに熱は下がったんですけども、まだね、ちょっと喉にかかるようなちょっと鼻声ってことでね、ぜひ皆さんも体調、はい、気をつけてくださいよろしくお願いします。ということで今日はね、ちょっと お聞き苦しい、ね、ところもあると思いますけど、温かい目で、ね、見守ってください。そんな、はい、今日の沖縄のお天気でした。時計の針は9時13分を回っておりますよ。はい、ナビゲーターたっちゃんでお届けしてます、ね、ダンディーな声なのかわからないですけどもね、はい、お届けしておりますよ。さてね、1週間の始まりということで、はい、今日もですね、国交体験王国紫村、朝9時スタートに伴って、ね、修学旅行の生徒の皆さんがね、続々と、ね、こちら遊びに来てくれておりますけども、はい、観光でいらしてる皆さんもいますかぜひラジオ聞いてる観光客の皆さん、そして地元の皆さん、メッセージよろしくお願いしますよ。はい、メールアドレス FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp、 すべて小文字の FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp でお待ちしております。件名に読谷ラジオ、ね、など書いていただきましたらすぐ確認することできますのでね、よろしくお願いします。それでは一旦 CM です。
読みたん何でも調査団。CM 明けまして時計の針は9時17分を回りました。さて第2コーナー、はい、進めてまいります。今日ね、なんだろう、自分が自分じゃないみたいね、言ってること頭でね、ほらこれを言おうって思って走ってる言葉と全然ね空回りしてますね。伝わってますでしょうか皆さん。本当にね、今日は自分が自分じゃないみたい。いいですね。いいことなのか。さてさて、はい、読谷なんでも調査団、どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーですよ。さてこのコーナー、今日はですね、はい、やっぱりもう読谷村ね、12月入ったらね、やっぱりこのイベント今年も開催されますよね。読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバルということで、もう来週じゃないな、今週の土曜日にはね、もうオープニング点灯式がありますよね。もう本当にもう1ヶ月前2ヶ月前ぐらいからね、この、はい、琉球ランタンフェスティバルのでね、開催に伴ってさまざまな情報をお届けしてまいりましたけども、ね、先週先々週ぐらいですかね、はい、私ちょくちょくこの園内の中に入って、まあね、どこまで準備が進んでるのかとかね、たまに見に行ったりするんですけども、その時さん、その時さんねっていうさその時ね、準備作業してる業者さんがねいたので、少しね、あのインタビューしたんですよ。その時のねお声を今日届けていきたいなと思いますよ。それではお聞きください。こんにちは。こんにちは。すいません、準備してるところ、少しお声聞いていいですか。はいはい、何でしょうか。自己紹介お願いします。自己紹介までやるのなんでそれ、そんなのいらないじゃないのはい、今すいません作業を、ね、している途中なんですけども、今年も琉球ランタンフェスティバルが開催にあたって、今、何されてるんですか。今ね、イミレーションっていう川の流れを作ってるんですよ。川の流れ、うん、はいはい、ね、ちょっと今映像、まあ、昼だからちょっと分かりづらいではあるんですけども、こちらの場所って、昨年もなんか綺麗な川のように、はい、ね、明かりが灯されてたんですけども、今年も、はい、一緒なんですよ、はいはい、今作業をされてるんですけども、どういった作業をされてるんですか。あのその、はい、この後ろに見える巨大な王様の、はい、ステージの囲いを作ってますね、うん、あ、囲いを、実際にこの大きい何メートルぐらい、実際の王様の高さは8メートル、はい、あ、8メートルですね。こちらも実際にあの運ばれてきたって感じですか。あの、ここの武蔵村の、はい、倉庫の中で、ああ眠ってたんですかまたこの第3回琉球ランタンフェスティバルに伴ってね出てきたということなんですけども、今回こういう作業って初めてですか。今回初めてです、はい、どうですかこういう作業を通してちょっと続いて私は紫村園内のね中央にあります広場に来ております、ね、中央の広場には昨年にはなかった、ね、
さて私はですね、業者の方々にもねインタビューしたんですけども、さまざまなところでねやっぱり舞台とかね、このイルミネーションの飾り、ね、明かりがね、準備されてたので、またね、セルフレポートということでさまざまなね、場所を調査をしましたよ。それではお聞きください。私は今ですね、ハートらしきオブジェの前に来ております、ね、こちらも、ね、期間中は色鮮やかに明かりがね灯されるんではないでしょうか、ね、ハートの形をしたということでね、カップルでね通ったらきっと、ね、願いが叶うんではないでしょうか、ね、私も早速通っておりますけども、見てください、まあ、昼間だからねまだ明かりはと思ってないんですけどもね、着々と準備が進められておりますよ。いいですね、期間中はぜひ大事な方と大切な方とこのハートのオブジェ通ってみてはいかがでしょうか、ね、私もねいれば通って願いを叶えたいではございますけども、いませんということで、ぜひ改めてこのハートのオブジェね、園内の中にの一角にありますのでね、ぜひお楽しみに。さて、はい、ね、どうでした、ね、最後に私がこのセルフレポートした、ね、調査した場所、ね、ハート型のオブジェの前、オブジェっていうかね、毎年あるんですけども、ね、ハートの形をしたね、まあ、トンネルって言ってもいいですかね、ちょっと昼ちょっと取材したのでね、ちょっと明かりは灯されてなかったんですけども、はい、夜になったら本当に素敵な明かりとともにね、ハートというね、またいい感じのね場所になってますよ。ね、本当にねこのハートということでね、まあ大切な方とね、まあ本当に通るのもいいかなと思いますよ。ね、なんか個人的になんか。ね、通ったら願いが叶いそうな感じですけども、ハートフル、ね、ハートのオブジェということで、それの違う、その他にも今日ね本当にねあれですね、自分が自分じゃないみたいということで、はい、その他にもねさまざまな場所で、ね、この琉球ランタンフェスティバルのね、期間中楽しめるね、さまざまなね明かり場所いっぱいありますからね、詳しくは30分からね、また琉球ランタンフェスティバルのね、もっともっと細かい情報をねお届けしていきたいなと思いますよ。はい、以上今日の読みたなんでも調査団、琉球ランタンフェスティバルが開催に伴ってね、事業所じゃないはいね、園内の準備段階様子をお届けさせていただきました。心配ないと泣きそうな私のそばで、いつも変わらない笑顔でささやいてくれた。まだまだ
CM 明けまして、時計の針は9時31分を回りました。体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしてまいります。ナビゲーターたっちゃんでお届けしてますよ。ぜひね、ラジオを聞いてる観光客の皆さん、そして、地元の皆さん、はい、何を言おうとしたんでしたっけ聞いてますか。はい、ということでね、はい、生放送でお届けしておりますけども、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしておりますのでね、はい、番組宛にメッセージ送ってみませんか。メールアドレス fm-786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字の fm-786@fmyomitan.co.jp でお待ちしておりますよ。はいね、本当に週末皆さんどう過ごされたのかとかね、さまざまなエピソード、はい、何でもいいですよ、はい、番組へ送ってください。さて、ここで、皆様にじゃない、レンタカーご利用のね、皆様にお知らせがありますよ。ただいまですね、レンタカーご利用の、観光客の皆さん、そしてすべての方、読谷村ウェルカムプレゼント実施中ですよね。レンタカー借りる際に沖縄ドライブマップ、ね、手渡されると思いますけども、その沖縄ドライブマップを持って、ね、読谷村のユンタ市場お隣、地域振興センターの3階にですね、 FM 読谷のスタジオがあります。そこにですね、この沖縄ドライブマップを持って来るだけで、ただいま読谷村ウェルカムプレゼントあげちゃってます。はいね、ここ読谷村のパワーアップキャラクター、ピンクい豚読谷、かわいい読谷のね、オリジナルティッシュボックスケース、まあプラスチック製ね、頑丈となってますけども、こちら非売品でございますね。本当に沖縄ドライブマップを持ってね、FM 読谷のスタジオにね来ない限り、こちらのね、読谷のかわいいティッシュボックスケースもらうことができませんので、ぜひレンタカー借りてる皆さん、今ね、レンタカーの中でラジオ聞いてる、ね、観光客の皆さん、ね、今すぐもらいに来ませんか。読谷村の、はい、読谷村ウェルカムプレゼントね、あげちゃいます。はい、よろしくお願いしますねはい、ということで、この時間はまたね、読谷村のさまざまなね情報をお届けしていく時間となっておりますけども、先ほどね、読谷なんでも調査団でもね、軽くご紹介しましたけども、はい、もう間もなくですよ、今週ですね、今週の土曜日12月の2日から始まります、読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバル、今年で第3回目を迎えますよ、琉球ランタンフェスティバルね。えもう本当いよいよですね、心に刻む冬の読谷ということでね、はい、まあここ体験王国紫村もそうなんですけども、期間中はね、読谷村のさまざまなところで明かりもね、灯されてね、本当にまさしく読谷夜明かりプロジェクト、心に刻む冬の読谷ということで、いいですね、冬ね、明かりを見て本当にね、落ち着く人もいれば、落ち着く人もいれば、何を言ってるんだね、明かりって本当に癒されますからね。はい、そんなね、明かりをテーマとしたね、琉球ランタンフェスティバル、ここ体験王国紫村、12月2日いよいよ今週土曜日から、ね、イベントが開催されます、ね、この開催にあたって本当にね、読谷村を挙げて、ね、これまで、ね、この、まあ、期間中園内にね、この展示されますランタンオブジェなどのね、この作品募集もねされてきましたけども、26日ね、週末ですね、あ、昨日だ、
ね、昨日まででこちらのねランタンオブジェもねもう応募締め切りとさせていただきました。私もねこの、期間中ですよね、このランタンオブジェ、何でしたっけ、ね、作成会場にね足を運んでね、参加者のインタビューなどね、させていただきましたけども、今日ねこの紫村入ってくる時ね、ちょうどこのね、従業員のね、廊下のとこにねもう皆さんがはいね、この応募したランタンオブジェいっぱい並んでましたね。トトロかなあれね、一番目に入ったのがトトロでしたね何作品あるんだろうね、昨年は38作品ってお話を聞いてますか、今年もねそれに負けじとはいそれぐらいの数並んでましたよね。大きいのもあれば小さいのもあればね、本当にアニメ、本当にトトロといったねアニメもあれば、確かねドラえもんもありましたね。ね、それ以外にも本当に動物をテーマとしたまたねランタンオブジェだったり、さまざまな形のね本当にね本当にもうこの思いが込められたねランタンオブジェがねまた期間中ね会場を楽しくね、展示してくれるんではないでしょうかね。はい、そんなね、ランタンオブジェもね、イベント期間中は会場、はい、展示されますけども、それ以外にもね、さまざまなところで、ところで皆さんを楽しませてくれますよ。はい、ね、先ほどこの、ね、ご紹介しましたけども、園内の一角にありますハートのオブジェ、はい、こちら昨年もあったんですけど今年もねあるということで、ぜひ素敵な方、素敵な方じゃない、ね、大切な方と、ね、通ってみてはいかがでしょうか。願い事叶うかもしれませんね。あ、ロマンチックその他にもですよね、本当に8メートルぐらいのね、はい、大きな、ね、巨大なオブジェがあるの皆さんご存知ですか。はい、ね、昨年もね来られた方だったら分かるかもしれないんですけども、ね、今年もね、まあ、この会場の中央広場ですかね、はい、ございましたのでね、ぜひその、ね、8メートルぐらいの、ね、巨大なオブジェの前でまた写真撮るのもね、はい、インスタ映えするかなと思いますよ、はい、ね、その他にもですね、はい、ね、本当にさまざまなね、ありますので、そして、86日間毎日開催されます、ね、夜のランタンステージというのもねあるみたいですよ、ね、毎日ってすごいですね、ね、ね、どなたが出るかはまたね、詳しい情報は夜明かりの公式ホームページでね、詳細ご確認することができるということなので、ね、皆さんが気になる、ね、アーティストだったりね、昨年はねお笑い芸人の方々とかもね結構出演されてましたよ。今年はどうなってるんでしょうか、気になりますね。ちなみに、今年この12月2日の、オープニングのね、点灯式の時はね、あの前川主健さん、源ちゃんことね前川主健さんがね楽しくオープニングをね、飾られるということで、ぜひお時間ある方は12月2日の、ね、夕暮れから、ね、開催されますので、ね、またオープニングセレモニーさまざまな、ね、形で、はい、盛り上がるんではないでしょうかね。そしてその他にもですよ、はい、3D プロジェクションマッピングといいまして、ね、こちらの方も、ね、また期間中楽しめる一つの催し物だと思いますよ。はい、ね、3D プロジェクションマッピング、はい、こちらも楽しみに
してみてください。はい、そしてこの、読谷夜明かりプロジェクト琉球ランタンフェスティバルもそうなんですけども、はい、昨年もね行われました読谷夜明かりスタンプラリー、今年も開催されるみたいですよ。ね、この期間中ね、大気のおすすめ商品を買ってスタンプを3個集めると、抽選で豪華景品が当たりますよということで、読谷村内ね、今年は105店舗だったかなのあまりのね、店舗さんがね、参加されております。で、各店舗によってこの大気のおすすめ商品が異なってるんですけども、まあ食べるなり体験するなり購入するなり、ね、その店舗によって大気おすすめ商品が変わるんですけども、ね、スタンプを3個集めて初めて、ね、抽選に参加できるということで、今年も開催されるみたいです。で、この夜明かりのホームページで、ね、参加店舗の、ね、店舗が一覧がずらーっと、ね、確認することができますので、どの店舗さんが、ね、今回参加されているのかご確認、ね、してみてください。ね、またこの、ね、抽選参加できるんですけども、また来年ね、このね抽選会もございまして、昨年は、ね、豪華でしたよ、1位がねまたこのホテルの宿泊券だったり、ね、またランチペアランチ券だったり、ね、旅行券旅行往復券でしたか ね本当にさまざまな、ね、豪華景品が、ね、ご準備されてましたね。昨年は今年は、ね、どういう景品が当たるのか楽しみですね。はい、ぜひ気になる方は、ね、夜明かりホームページでチェックしてみて、ね、詳細ゲットしてみてください。さて、ね、この期間中ですよ、またね先ほども言ったんですけども、このなんだろう今日ダメですね、本当ね。なんかね、考えてることとね、言葉に、何を言ってるんだ期間中、はい、村内、はい、さまざまなところでね、また本当に明かりがね、見られますので、はい、ぜひね、夜の読谷をね、ドライブするのもね、全然ありだと思いますのでね、はい、12月、ね、観光で、ここ読谷村に来ようかなって考えてる皆さん、ね、今週から約2ヶ月余りですかね、開催されます琉球ランタンフェスティバルの方にもね足を運んでいただいて、素敵な、ね、観光にしてみてはいかがでしょうか。ということで CM 挟みまして、まだまだ続きます。観光情報番組読谷ラジオです。
戦争レンタカーラジオドライブマップご案内します。メンソーレンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーとなっております。さてね、レンタカー、はい、借りる際に、ね、観光客の皆さん、この沖縄ドライブマップね、ユーストリームでも配信してますけども、沖縄ドライブマップ手渡されておりませんか？ね、さまざまな情報がね、びっしりと詰まってますよ。ね、分かりやすい地図もね掲載されてますし、さまざまなね、お店どころのね詳細などもずらーっとね、掲載されておりますので、ぜひね参考にしてみてください。ここ読谷村のね、情報といたしまして22ページにね、はい、丸々1ページ読谷村特集されてますからね、そちらの方もね目を通していただいてね、読谷村にも遊びに来ていただきたいなと思いますよ。はい、先ほどもご紹介しましたけども、読谷村ウェルカムプレゼント実施中でございます。この沖縄ドライブマップの22ページにもね掲載されておりますので、ぜひね目を通していただいて、読谷村まで、このオリジナルティッシュボックスケースもらいに来てみてはいかがでしょうか。はい、非売品でございますのでね、まあ、旅の思い出にね読谷ティッシュボックスも一緒にもらって見てください。ということで、以上メンソーレンタカーラジオドライブマップでした。さて、時計の針は9時49分、まもなく9時50分を迎えるところです、ね、お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、ね、今日は皆さんすいませんね、 ね本当に何だろう、ね、鼻声で本当にね、ちょっと聞き苦しい、ね、部分もあったと思うんですけども、ね、はい、ここでメッセージ届いておりますね、ご紹介させていただきます。ですね、ラジオネームハイサイさん、ありがとうございます。おはようございます達也さん、今日はいつもの達也さんじゃないみたい、大丈夫ですか？はい、ラジオネームハイサイさん、ありがとうございます。そうですね、今日はね本当に自分が自分じゃないみたいです ね、 ね、声もね本当に全く別人かのように、まあダンディーと捉えてもいいのかな。ね、本当に皆さんもねやっぱり季節の変わり目、ね、やっぱり体調崩しやすいのでね、はい、あったかくしていただいて本当に過ごされてください。ね、やっぱりね本当に朝方とか、深夜ね、寒くなってますからね、本当にね、
はい、気をつけてください。ということでね、もう間もなく観光情報番組よみたんラジオね終了となりますけども、はい、明日もやりますよ。はい、365日毎朝9時からね、ここ体験王国紫村のサテライトスタジオからね生放送でお届けしてまいります。はいね、ナビゲーターは私と、そして、最近ねもう皆さんご存知の通り糸村おじさんね、新しく入りましたね、糸村おじさん、はい頑張ってますよ。そして、はじめちゃん、そしてマスヤさんね、もう本当にね、今は男メンバープラス毎週土曜日はい失礼しました、毎週土曜日ね、週1回ではございますけどもね、あけぽんさんね元気いっぱいあけぽんさんも交えてね、5名かね、5名でねお届けしてます観光情報番組よみたんラジオでございますね、本当にガイドブックにも載っていないね、ラジオでしかね、またゲットできないさまざまな読谷村のねコアな情報がねあると思いますので、ぜひね観光客の皆さんもそうですけども、まあ、地元の皆さんもね改めて読谷村の再発見につながるいいね、情報番組だと思いますのでね、ぜひはい聞いていただいて、またね番組へのメッセージもお待ちしておりますのでね、引き続きよろしくお願いいたします。さて今日はね、はいナビゲーター達也でお届けしてまいりました。はい、ということで観光情報番組よみたんラジオ、この番組はよみたん村商工観光課他各社の提供でお送りしました。それでは本日も沖縄県、そしてここ読谷村にメンソーレー、バイバイ。